じゃあラストのボーナスシナリオ2かな。晩秋。またシナノの国山中。これどういう時期だったっけな。おや、これで。黒木、ずっと黙り込んでいる。今まではこんなことなかったのに。黒木のなんかよく読めない技を使ってだいぶ意識が混濁しているとかいう、その時代かな。黒木は最近どこかぼんやりしていて、話しかけてもなかなか気づかないことが多い。気を抜けない日々が続いているし、黒木もきっと疲れているんだろう。フーマニングの襲撃を受けてからは他の手とは遭遇していない。しかし、まだ私たちのことを諦めてはいないのだろう。それに、あの襲撃後に私たちの前に現れた一人の忍びのことも気にかかっていた。少しでも元気になってくれればいいんだけれど、何か私にできることはないかな。この辺で、ね、ちょっと面白トークじゃないけど、そういうエピソードが入ってくるかな。ここまでは確かね、もともとの話だったと思う。その時、ふと足元に生えている草が目に入った。そうだ。なんだろう。草冠。まあ、音変えてするわけないか。黒木、少し薬草を摘みたいので待っててもらえませんか。ん？ああ、それはいいけど、俺も手伝おうか。子供の頃になんか黒木に言ってた、そういう花冠じゃないけど、なんか手首に巻くようなやつとか作ってあげたとか、そういうやつかな。違うかな。なんだろう。でも草、花だからね。いえ、大丈夫です。すぐに終わりますので。結構夜になっちゃった。その夜、よし、できた。なんだ、やっぱり草冠じゃなくて、なんかそれ系のやつ。夕餉を食べた後、私は摘んでおいた薬草を煎じていた。摘んだのは滋養強壮に効くと言われる薬草。あれ、薬草？できたのは薬草なの？黄河の里では目にすることはなかったが、以前書物で読んで知識だけは頭に残っていたのだ。あ、そっちか。実用的だね。作り方は合っていると思うけど、どんな味がするんだろう。くっそまずいんじゃない？お茶のような色なので大丈夫だと思うが、念のため味見をすることにした。これは炎上。うえーってなんじゃない？煎じたものが入った器をゆっくりと口に運ぶ。まずかったんだろうね。苦い。特に甘いもの大好きそうな炎上は余計苦いの苦手そうだよね。思わずむせそうになったのをどうにか抑える。どうしよう。いくら元気になってほしいからと言って、さすがにこれを黒焼きに飲ませるのか。エンジュ、どうしたの？でも、こんだけ苦くてもね、エンジュが作りましたって言っただけで、黒焼きはね、喜んで飲むと思うよ。黒焼き。いつの間にか黒焼きが心配そうに私の顔を覗き込んでいた。すっごく険しい顔してたけど、今煎じてたのって薬草だよね。はい。もしかしてどこか具合悪いの？エンジュ、正直に言おう。一回薬草だったんですって。心配かけるからね。そうではないんですが。黒雪に心配をかけてはいけない。ここは正直に言った方が良さそう。そう、正直に言うしかない、ここは。実は、これは黒雪に作ったんです。俺？この頃、元気がないみたいだったので、これを飲んで少しでも元気になってほしくて。でも、やっぱり飲まない方がいいかもしれません。そんなこと言っても飲むよ、黒雪は。なんで？ものすごく苦いんです。初めて作ったんですけど、まさかこんな味とは思ってなくて。だからまた今度別の薬草で作るので、その時に飲んでください。これはとりあえず捨てて。あ、捨てるとか言ったらもうね、剥ぎ取って黒雪がガッて飲むね。もう見える。捨てなくていいよ。俺が飲む。でも本当に苦いんですよ。そんなのどうだっていいよ。結構黒木、どうだっていいよが多いよね。せっかくお前が俺のために作ってくれたんだから、はい。どんな味だって飲むよ。まあ、エンジュがどうかなるんだったら、それに比べれば、そんなことはどうだっていいんだっていうね、まあ、セリフが多いっていうね。だからそれ、俺にくれない？どうなんだろう、これは。
飲んでから日課でも嬉しいよとか言ってくるのかな。なんだろう。古木は、はい。私がおぞおぞと器を渡すと、黒雪はその中身を一気に煽った。さあ、なんて反応する？何も言わずに飲むだけ？リアクションは？大丈夫ですか？恐る恐る尋ねると、黒雪はゆっくりと飲み下してから口を開いた。待てよ、黒雪は実はその毒とかの耐性を得るために、こういうこの手の苦いものとか、味覚が死んでるとかうちじゃないかな。確かに苦いね。あ、確かに苦いねか、うん。すみません。だけど元気になった気がするよ。やっぱり、ね、やっぱりそう言うと思ったら元気になったよって。そうだ、黒雪ならちょっと苦いね、だけど元気になった気がするみたいな、元気になったよっていうね、もう黒雪ならそう言うと思ってた。そんなすぐに聞くものなんでしょうか。そりゃ聞くよ。お前が作ってくれたんだから。さすが黒雪だね。これが町人だったらこんなことやね。もう苦いなで終わりだよ。まあだいぶ出れた町人で、でもお前が作ってくれたことだものだから喜んで飲むみたいなぐらいの、黒雪みたいなここまでは言ってくれないと思うな。そうでしょうか。いくらなんでもそんな特効薬は作れないと思うんですが、ね、そういうね、薬草本来の効き目じゃなくて精神的なものだよね。そういうことじゃないよ。黒雪に言われてるし、確かに薬の効果が現れるのはもう少し後だろうね。分かってないね、エンジュ。男心が分かってない。俺はね、お前が作ってくれたってだけですごく嬉しかったんだ。それだけで元気になるくらいにね。そうそう、そうだね。黒雪ルートのエンジュはだいぶ鈍いもんね。これ逆にあのエンジュが鈍すぎてっていうねパターンになるんだよね。まあ黒雪がグイグイ来るからね、どっちかとこっちがおとぼけ役になるっていう。まあ町人とか半蔵ルートとはまた違うって。ありがとうエンジュ。元気になってくれたのなら良かったです。でも長旅で疲れが溜まっているでしょうから無理はしないでくださいね。うん、わかった。黒木は淡く微笑むと手に持っていた器を置いた。そういえばこんな薬草、うん、よく知ってたね。これって昼間摘んでたやつだろ。何に使うんだろうって思ってたよ。コメントで朝レイさんなのかな、あと噂のもののけさん、ママさんさん、ママさんさんになっちゃうのか、ママさんか、はい、いらっしゃいませ。多分最後のお化けエピソードを見てるところです。あ、これは甲賀の里にいた時に書で読んだんです。実際に見たのは初めてでしたけど、これオチでそれ違う薬草だよとかいうオチじゃないだろうね。大丈夫。そうなんだ。お前って薬草に詳しかったんだね。待てよ、母親が薬剤師、薬剤師っていう、薬剤師だっけ。この時代で薬剤師じゃなくて薬師、この時代だと薬師なのかな、そういう意味で呼び方はなのかな、じゃなかったっけ。少しだけ、小さい頃からずっと勉強し続けていましたから。黒雪も里にいた頃はいろんな薬草を摘みに行くのを手伝ってくれましたよね。あれ、これって幼い頃の記憶がだいぶ薄れてる黒雪にはちょっと売っちゃいけない話題なんじゃないかな。ああ、そんなこともあったっけ。やっぱり覚えてないね。そうですよ、いつも私よりも先に薬草を見つけてしまうのでちょっと悔しかったんです。それはきっとお前がトロいからだよ。あ、ひどいです、そんな言い方するなんて。でも今はきっと私の方が見つけるのはうまいと思いますよ。へえ、じゃあ今度勝負してみる。俺は絶対負けないけどね。まあでも、なんだろう、毒系だったら黒雪の方が得意な、結構そっちの分かる気がするんだけどね。
はい、渡り式さん、はい、いらっしゃいました。なんかガチイベネクスト10時って書いてあるんですね。なんかガチイベ卒中なんですね。望むところです。私が身を乗り出すように言うと、クルーキはリアリといたずらっぽく笑った。クルーキ、少しは元気になってくれたのかな、うん、いつも通り振る舞っているように見えるけど、どこか陰りが見える気がする。で、まあね、記憶がちょっと混濁してるしね。私は心のざわつきを抑えるようにクルーキに笑みを返した。で、終わり。はい、ということで、またよろしくお願いします。ではまた明日、バイバーイ。